どうも、レウンゲーム TV です。今回は、マリオカート8デラックスの追加コース第5弾に隠れた小ネタを集めてみました。アメリカの都市を舞台にしたロサンゼルスコースと、このコースには、実際にロサンゼルスにあるドジャースタジアムをモデルにした野球場がありますが、よく見ると、野球場の上空に浮いているコインが野球ボールの形になっているというこだわり。また、スコアボードの数字もクッパだけに98、マリオ64にちなんでなのか、マリオは64になっています。そして、カナダの街が舞台のバンクーバーバレー。このコースのスタート地点のゲートをよく見ると、他のコースと違い、ゲートから霧が吹き出している謎の演出がありますが、実はこれは、バンクーバーの街にあるシンボル、スチームクロックが元ネタになっており、コースの終盤には、実際のスチームクロックも登場しており、こんな細かい部分まで忠実に再現されているようです。また、ギリシャの都市が舞台のアテネポリスは、これまでの都市コースのように市街がメインではなく、巨大な遺跡がメインの一風変わった都市コースとなっていますが、実際のアテネもこのように、市街の上に巨大な遺跡がそびえ立つ独特な街になっており、忠実にしっかり再現されているようです。また、これまでの都市コースには、都市だけにマリオオデッセイの都市の国に出てきた黄色いスクーターがあることが多かったですが、今回もロサンゼルスコーストにチャントレーのスクーターがありました。海からの復活コース、ムーンリッジ&ハイウェイ。このコースの料金所の看板に注目すると、よく見るとトラック800円、車500円、バイク300円と、このコースを走っている車に合わせた料金表示になっている。平然とゲートを通っているこの車は、どの車種に該当するのだろうか。アドバンスからの復活コース、サンセット荒野。このコースには、宝石をリュックに入れて踊っている兵法たちがいますが、兵法鉱山、ワリオ鉱山などの鉱山とコースや、宝石があるコースにはこれまで兵法がいました。そしてサンセット荒野では、宝石をキャンプに持ち帰って喜んでおり、さりげなく他のコースとのつながり要素が。また、この宝石兵法たちがいるところで、アイテムのサンダーを使ってみると、なんと、宝石以外にコインも発掘していたのか、3コインをばらまいてしまうという小ネタが。細かすぎる。部屋の中を舞台にした完全新規コース、シャボンロード。この部屋の中に置いてあるキャリーバッグに注目すると、よく見るとサンシャインエアポートと書かれたシールが貼られており、航空会社のシールなども貼られており、この部屋の住人がサンシャイン空港を訪れた形跡があるという他のコースとのつながり要素が。ちなみに、部屋に飾られているカレンダーの絵も飛行機になっています。他にも、部屋の壁をよく見ると、初代マリオの雲のドット絵になっていたり、鏡がキノコの形になっていたり、時計がパタ点々になっていたりと、さりげない隠しマリオ要素があちこちに。また、コースの後半に登場するこのトイレ、2周目以降になると、水漏れして逆噴射し始めますが、
ここでまだ水漏れしていないタイミングでしばらく待ち続けてみると、実はタイムが1分になった瞬間に噴射する仕掛けになっており、貴重な水漏れの瞬間を見ることができます。ゲームキューブからの復活コース、レイジークルーザー。このコースは原作の頃よりもレイジー要素が増えており、船の壁がレイジーの花の模様になっているのはもちろん、その下にはレイジーっぽい花が咲いており、パラソルもレイジーの形になっており、シャンデリアにもレイジーがあり、窓の形もレイジーに、さらにはテーブルの上の花まで、こんなところやこんなところにもレイジー推しがすごい。海からの復活コース、のこのこ岬。スタート地点にずっといると、なんか変な音がずっと聞こえていますが、よく見るとゲートの上で 2D マリオにおけるノコノコあるあるが繰り広げられていた。以上、追加コース第5弾の小ネタ集でした。